こんばんは、速稼塾の久保です。まあ朝の相場解説に引き続いて、今深夜23時17分なんですけども、1時間足をね、ちょっと見ていこうかと思います。これからの相場解説は、朝とかね、昼だけじゃなくて、こうやって、もう24時間いつでもやっていきますんで、それで、ずっと見てる方が勝てるように、どんどんね、私手法の方を公開していきます。今までも公開していたんですけども、いかんせん気が向いた時しかね、上げなかったんで、まあ毎朝上げたことは上げたんですけども、朝以外は気が向いた時しか上げてないんで、多分断片でしか的にしか分かんない方とかいらっしゃったと思います。それからね、やっぱり私がどのように軌道修正したかっていうのも、やっぱりね、もうこれからはどんどんリリースしていった方が皆さんのお役に立てるかなと思います。私も人に指導できるかどうかまでは何とも言えないんですけども、勝つ自信はもうあるんですよ。 FX でドル円に限って、この1時間で勝負している限りは、私は基本的には勝ちます。それはですね、2017年は1回も勝ったことなかったんですけども、2018年、2019年の私の毎日の相場解説が証明していると思いますけども、もう勝てるわけなんですよ。まあもちろん4対6ですけどね。4割負けますけど、6割勝つんで、その差額の2割で、毎月、20数万とか30数万とか利益を出すことができたわけですよね。残念ながら今年は、1000万の利益にはちょっといかなかったんですけども、ただ1月3日に462万ぐらいをちょっとね、ぶち抜いて、あれはまぐれだったんですけども、それからね、800万前後まででは今年いけそうかなっていうところでございます。毎月プラスではあったんですけどもね、あんまり振るわない月もあって、十数万しか勝てない時もあったりとかしたんですけども、まあまあ、3年目にしてはいい成績なんじゃないかなと私は思ってます。しかもね、あんまり私時間使ってないんですよね。そこが美味しいですよね。さあ、それではね、1時間のチャート分析を始めていきますけども、一つ目、このね、線を引いたところに、私はね、一つ注目したんですよ。ここに当たれば上に当たる。ここに当たればここに上がる。ここに当たればここ上に上がる。ここに当たれば上に上がったんですけども、ここで上に上がらなくなってきましたね。ですんで、これが崩れたということなんで、これは、じゃあもうちょっと排除します。で、次の見方なんですけども、次の見方の方が重要で、これはそのまま活かすんですよ。この線はね。次に上から引くんですよ、こういうふうに。そうすると、こういうふうにね、だんだん収束していく形が見えると思うんですよ。ボラティリティが落ち着いてる状態ですよね。ほら、どんどん小さくなっていくでしょ。振れ幅っていうのが、この辺っていうのはこういうふうにあったわけですよ。で、この辺こうあったと。この辺こうあったと。で、ここが一番大きかったんですよね。それからだんだん上下の幅がちっちゃくなっていって、今に至るわけですよ。今こうまっすぐでしょ、ほとんど。で、まっすぐになってるってことはどういうことかっていうと、これはね、力が均衡が取れてきた状態なんで、ブレイクの直前なんですよ。私の得意なのはこれなんですよね。ブレイクの直前、均衡が取れてきて、こういう風に収束してきてね、で、真横一文字ぐらいになったところ、こういう風になったところがブレイクの直前なんですよ。ブレイクって何かっていうと、この箱を書きましたけども、ここをねぶち抜いて、際限なく上がるか、際限なく下がるかみたいな流れを作るときなんですよ。で、ここで利益出すんですよ。ここで私は大きな利益を出すわけなんですよ。いつもね。これも今までずっとお見せしてきた私の作戦ですよね。で、下に線を引いたのも、ペナントのブレイクがあったからなんですよ。ペナントっていうのはこの三角形みたいな形なんですけども、これ、だんだん振れ幅がちっちゃくなっていって、ペナント三角形を描くように、中央からぶち抜いて上に行くとかね。中央からぶち抜いて下に行くみたいな流れができやすいんですよね。ですから、ペナントをいかに見つけるかってことを私はね、見てたわけなんですよ。その他にも W 上辺が強いっていうのもあります。これ W ではないんですけども、ちょっと無理やり W で書きますね。ここをこういうふうに W とね、考えたときに、右辺が強いっていうのはこういうふうに行くってことなんですよ。ここを突破してね。だから W がチャートバーに見えたら、右側の方で大きくエントリーをかますことができるってことなんですよね。さあ、それではですね、いろいろとお話しましたけど、まとめますよ。これ今、横ばいになっているわけなんですよ。だんだんボラティリティが落ち着いてきて、チャートバー一本一本の、足が短いでしょ。赤とか青の線が短くなってきてるでしょ。かなり短いですよね。長いってのはどういうことかっていうと、このぐらいの大きさのことなんですよ。このぐらいの大きさね。これが長いでしょ。これ赤も長いでしょ。もう短いじゃないですか、これ。短い。これなんてもう短いですよね。本当にちょびっとですよね。この短いのが連発してきた時っていうのは、ブレイクの直前なんですよ。で、ブレイクっていうのはどういうことが起きるかっていうと、例えば赤で書きますけども、こういう風な短いのがいっぱい重なって上昇に向かうブレイクもあれば、1本で大きくブレイクに行く場合もあるんですよ、こうやって。
でもどっちにしてもある一定の時間数ね、1時間なり3時間なり持っていけばそこで利益確定ができると、少なくとも十数ピップス、多ければ30数ピップスが取れていけるってことなんですよね。ここで大きく勝っていくってことになります。それでは、深夜の放送は以上でございます。明日からもねバンバン稼いでいきますよ。